しがらき高原鉄道 SKR200 系機動車は1987年のしがらき高原鉄道開業時に製造された一般系機動車である。ロングシートカゴの車内運転席しがらき線は1987年7月13日に第3セクターのしがらき高原鉄道に転換されるのを前に富士中工業により201から203まで3両が製造され、 翌年の1988年7月に204が増備された。202と204は1991年5月14日に発生したしがらき高原鉄道列車衝突事故で大破し廃車になった。その補充として1992年7月に205が増備され、稽古量が製造された。富士重工業製レールバスの LE カーをもとに、車体の基本構造を バス車両後方から従来後方に変更して設計された LEDC の第一弾で日本国有鉄道機波32型と同様の車体断面を持ち、車体側面のリベットがなくなった。側面の出入り口扉は折り戸で、窓は上部固定下部横引き窓となっている。ディーゼルエンジンは 250PS1900rpm の日産ディーゼル製。 ポリエチレン 6HT03A を搭載する。一部に33パーミルの勾配が連続する区間があるため、そもそも速ブレーキは、明治鉄道け地1型と同様、機関、排気、リターダの3種類のブレーキが装備されている。当初、車体塗色は白地に赤と紫の模様を配したものであった。戦術の事故後、残存車両は、 クリーム色にライトグリーンの帯に変更された。1999年頃の行事列車、しがらきたぬき列車で、たぬきのイラストが入れられた。座席配置は、登場時、クロスシート、ドア付近はロングシートのセミクロスシートであったが、後にすべての座席がロングシート化された。老朽化の進行により SKR310 型に、 代替されて、二百一は二千一年十一月に廃車、二百三は二千二年八月に廃車された。二千十七年一月現在二百五のみが残っていたが、同年二月四日に営業運転を終了し、廃車後同月九日に、奇襲鉄道に搬入され、同年四月十五日に、k r 二百五として営業運転を開始した。二二百千九百八十八年四月。 ありがとうございます。